この絵は神社に藍染めのピンバッジを作りに行った時のものです。神社にはいろいろな色の布がありました。その中で私が一番気に入った布を丸く切ってピンバッジを作りました。お友達やお母さんも好きな色のピンバッジを作りました。はじめは穴の開いてなかった布に、みんながピンバッジを作るたびに穴が増えていきました。とても綺麗だったです。また見に行くので、私が作った布がどうなっているか楽しみです。